それでは4枚のエースを使います。ではよく混ぜてください。まあ今回は私が混ぜますね。はい。で、当然普通の一組ですから、この4枚出てるエース以外には他にはエースはございませんし、お客さんによく混ぜていただいたわけなので、同じカードがね一箇所固まってたり並んでたりとかいうことはございませんですよね。で、今からやることはこの4枚のエースをこの一組の中に混ぜ込んでいきます。で、その混ぜ込んだエースをマジックによって取り出すというのをやってみます。まず最初にですね、4枚のエースをできるだけバラバラに差し込むため、混ぜ込むために一組を4等分します。で、その中にそれぞれのエースを混ぜ込んでいくと、上でも下でもなく真ん中に入っておりますね。ダイヤのエース、上でも下でもなく真ん中に入っております。ハートのエース、ハートのエースも真ん中に入れます。クラブのエース、クラブのエースも真ん中に入れてしまいます。で、当然下とか上とかにはございませんが、エースを取り出すにはこうします。指を鳴らす。そうするとこう1枚のカードが表向きます。そのカードがおそらく1枚目のエースだったらいいなと思ったわけですけどね。ダイヤの7ね、これはまあね、失敗ではないんですよ。7のカードが出ましたよね。7が出たということは、ここから7枚目に1枚目のエースが出てくるということですね。見てみましょう。1、2、3、4、5、6、7枚目、このカードがエースであれば1枚目は成功とね、スペードのエース。2枚目はダイヤのエース。これで終わりです。これでダイヤのエースね、ちゃんと出てまいりました。次、3枚目はですね、ハートのエース。ハートのエースはちょっと呪文を唱えると出てきます。ただこれ簡単な呪文なんですけども、日本ではなくてアメリカ海外で開発されたマジックなので、日本語ではなくて英語で呪文を唱えないといけません。ハートのエースというのを英語で言うと、そうです、エースオブハーツとね、日本語とは逆になります。じゃあそれ言ってみましょうか。まずエースですね、 ACE OF OF HEARTS HEARTS、 複数形の S っていうのを書きます。で、これが ACE OF HEARTS、ね、というわけでこれで3枚目までのエースが出現いたしました。これでですね、あと残りのエースは、クラブのエースね。じゃあ、クラブのエースは、お客さんご自身に見つけていただきましょう。ではですね、どれでもというか、お客さんの直感に従って、これがクラブのエースだろうというカードを引き抜いてください。おそらくそれが当たってます。どうぞ。これいきますか？はい。結構でございます。じゃあ、見てみましょう。これが、クラブの、全然違いますね、ハートの9、ハートの9ね。まあまあまあ、これはないいんですね、こういう場合はですね、最初で出してきたこの3枚のエースね、この3枚のエースに向かってこうスーッとね、スーッとこう擦ってやると、これがクラブのエースに変わって、これで4枚のエースが全て揃うというわけでございます。